はい、こんにちは。今回は秋葉原に行ったっていう秋葉原なんて動画出したと思うんですけど、そこで買ってきたものを開封したいと思います。まあ買ってきたものって言ってもこれだけなんですけどね。これはヨドバシカメラ秋葉店の方でちょっとピントが合わないですね。3980円でした。まあHD ということで、あとヘッドセットもついてる、ロジクール HD ウェブカム C310H ですね。まあ、これを買いました。じゃあ開けていきたいと思います。中はこんな感じです。まず、保証書です。購入日から2年間保証ですね。まあ、書いてあります。いろいろと。それでまずはこれを出しましょう。すごい厳重ですね。まずドライバーですね。ロジクールウェブカムソフトウェアバージョン 2.0 ということで、でまあこんな感じについてます。まずこれ取ります。あら、すごい厳重ですね。なんか、あ、取れました。まあこんな感じです。で、肝心なウェブカメラの方がちょっと取れないです。取れました。やった。すごい厳重でしたね。まあ、こんな感じでいろいろと置いても使えますね。これだと挟んでも使えるし置いても使えるみたいです。まあ、こんな感じで、それでまあ延長、結構ケーブル自体は長いです。まあ今回はロジクールの HD ウェブカム C310 の開封でした。